こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の前後は正規梅花にありです。正規は天地にみなぎるエネルギー、万物を発生させ育む根本の働きを言います。一輪の梅の花にもこの盛大思考の正規が監督できます。春の訪れを喜ぶ語でもあります。宋代の文天祥という人に正規化があり、天地間の正規が万古不変であることを歌っています。今から正規梅花にありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。